日本大阪府大阪市この花区、北港知らず北港知らずは、大阪府大阪市この花区にある町名。現行行政地名は、北港知らず1町目及び、北港知らず2町目。町域のほとんどは、工場や倉庫などで占められており、2019年3月31日、現在の人口は、0人である。この花区西部に位置する大阪港内の人口と、 前島の東側約1、3を占める頂底で、西に北高緑地と接している。北高緑地との境界は、北の常吉大橋から南の夢前大橋へ前島を南北に貫通する道路である。常吉大橋は、常吉2丁目と夢前大橋は、夢洲の夢洲東1丁目とを道路で結ぶ。東には、北高2丁目との間に、この花大橋がかかっている。 南部が1丁目、北部が2丁目である。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。北に、常吉大橋、東に、この花大橋、南に、夢前大橋がかかる。この花大橋は、阪神高速道路5号、湾岸線湾岸舞島で入り口に接続している。舞島スラッジセンターと舞島工場は、 オーストリアの建築家フリーデンスライヒ、フンデルトバッサーによる特徴的なデザインで知られる。ありがとうございます。